ナルト激闘忍者対戦3続きやっていきます。では今回ミッションを初めからプレイしていきます。ナルトが中忍試験を受けるという噂を聞いたイルカ先生、そのナルトが心配で仕方がない。イルカ先生がナルトに会いに来た。ああ、なるほどなるほど。いたぞナルト。お前中忍試験からの話みたいですね。イルカ先生、俺ってはその中忍試験ってのは受けるってばよ。そんでもってそんでもって、俺ってば優勝とかしておかげになるんだってばよ。ナルト、中忍試験ってのはな、そんな簡単なもんじゃないんだぞ。もっと任務をこなして場数を踏んでだな。任務任務って、俺みたいな下人はさ、簡単な任務ばっかじゃん。こんなんじゃいつまで経っても木陰になんかなれないってばよ。わかったよナルト。どうしても受験するっていうなら、最低でも基本くらいしっかりできてないとな。ナルト、アカデミーで教えた忍びの基本忘れちゃいないだろうな。もちろんだってばよ先生。よし、それじゃあ行くぞ。ナルトを操作してイルカ先生に操作を教えてもらおう。シュートリアルですね。よしナルト、まずは前後移動だ。始め。いい感じだナルト。この辺サクサクっと終わらせます。始め。ナルト、ごめん、イルカ先生。相手に後ろ出し、足め。すごいじゃないかナルト。ごめん、イルカ先生。A ボタン連打してしまった。相手との足め。レールはある。はい。うまく。チュートリアルなんで本当にサクサクと終わらせます。始め。いい感じだナルト。はい、始め。完璧じゃないかナルト。忍術始め。すごいじゃないかナルト。始め。すごいじゃないかナルト。ジャンプ攻撃始め。調子だ。連続技だ。始め。はっ。はっ。さあ、で。いいじゃないかナルト。相手に。始め。いい感じだナルト。始め。行くってばよ。影分身の術。うつまき。よし、行くぞ。始め。いい感じだナルト。近くない。受け身だ。よし、行くぞ。始め。完璧じゃないかナルト。受け身が変わり。よし、行く。始め。ただし、いざ慎重に。お、ここから対戦ですね。始め。よし、じゃあ早速倒しちゃいます。まあ、チュートリアルですからね、イルカ先生に悪いですが。逆でもよくよく考えたら、ホカゲでなくてコノハの人ってすごいですよね。俺は絶対ホカゲになる。その上忍中忍下忍っている中で、ホカゲの中忍試験、あ、まあ、中忍試験、まあ、その時に中忍試験出ますっていう時に、カカシ先生が確か書類をホカゲに提出をしてたと思うんですけど、その時にイルカ先生がね、ナルトにはまだ早すぎますとかっていう、こうね、物言いというか、まあその
は変わってねえかもしれないけど、意見が言えるっていうのはすごいですよね。ガキじゃねえんだ。その関係性というか、その組織系がなんかすごいなって、なんか今ふと思いました。悪かったな、ナルト。お、いきなり就任試験予選。イノ対サクラか。はい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 。まさかサクラ、あんたとやることになるなんてね。イノにはもう負けない。私だってサクラ、あんたにだけはどんなことだって負けないわよ。今までの泣き虫サクラだと思ってると痛い目見るわよ。本気で来なさい、イノ。そう言ってもらえると嬉しいわ。お望み通り本気で行くわよ。サクラを操作してイノを倒せ。うん、もう負けない。あんたにだけは負けないわよ。ということで就任試験からスタートしました。始め。あれ、前回ナルトでこのステージやった時いびきがいた気がするんですが、煽った。おお、当てたかった。ミッション成功。時は気絶じゃ済まさないわよ。それからサスケ君もあんたに渡すつもりはないから。そのセリフそっくりそのままあんたに返すわ。ふん。お、百発百中の飛び道具が武器の天気に対して余裕を見せる手まり。この破砂砂のくの息対決。あの大きな先生どうにも気になるわ。様子を見ようっていうのかい。言っておくけど、私が攻撃を始めたらあんたは一瞬で終わる。かっこつけてこっちの出方を見ようなんて100年早いわよ。構わないから先に来な。言ってくれるじゃない。じゃあ遠慮なく。手まりを操作して手まりを操作して奥義かまいたちの術で点々を倒せ。覚悟はいい。来た新キャラ。三つの星が見えた。お前は負ける。手まり心情一本目始め。切り返してやるよ。 A ダメはこれですね。A 技はセンス攻撃になります。じゃあぶっかしよう。今度から、ミッションストーリーというか、まあミッションなんですが、そのミッションも、まあ、それぞれなんかこういろいろなんていうんですかね、そのミッションのクリア条件っていうのがあります。今回みたいに手まりで、あの、奥義の構えたちで倒せとか、まあ、いろいろ出てきます。それを満たさないと、勝ったことにはならなくて、またやり直しという感じになります。お、ナルトの試合。相手は赤丸を連れた牙。油断する牙に対してナルトを渡す。いやっほー、ナルトが相手か。もう勝ったも同然だな。のぼせんじゃねってばよ。おい牙、子犬なんかここに連れてくんな。試合の邪魔だってばよ。バカ野郎、赤丸も一緒にやんだよ。うん、まあいいや、ちょうどいいハンデだってばよ。あ、前作そうか。なんか四角いところにキャラクターの顔だけがあったんですが、今回は胸から上がこう描かれるようになって、なんかすごいこうキャラクター的に絵的に見やすくなりましたね。
で、今回のミッションはナルト連弾で牙を倒すというミッションです。お、後ろの電光掲示板もナルト対牙になっとんや。じゃあ手まりの時とかもちゃんと手まりになってったんですね。まあ次の試合で確認しようかなと思います。あーミッション失敗。もうまあこんな感じでそのナルト連弾で決めることができなかったってなるとまあ気になってしまいます。続けますか。まあコンテにします。いざ新勝一本目始め。意外と難しい、まあ難しいっちゃ難しいですけど、多分このぐらいで完全に良いですね。ミッション成功。ナルト連打。渦巻きナルト。この俺がナルトに負けるだと。へっ、アカデミーの頃と同じだと思ってたら大間違いだってばよ。俺はなめんなよ。ヒューガの血を引くヒナタ。彼女の相手は同じヒューガ一族のネジ。ネジは危険を進めるが。まさか。ネジ対ヒナタですね。あなたが戦うことになるとはね。ネジ兄さん。あなたは忍びには向いていない。危険しろ。私は自分を変えたくて、自分の意志でここにいる。私はもう逃げたくない。危険しないんだな。どうなっても知らんぞ。まっすぐ自分の言葉を曲げない。私もそれが人道だから。ヒナタを操作してネジを倒せた。今回は特に指定はないみたいですね。危険するなら今のうちだぞ。私はもう逃げたくない。いざ尋常に一本目始め。危ねえ、割り込んだ。ミッション成功。ヒューガ、ヒナタ。もっと頑張らなきゃ。お、電光ゲージはヒナタ対ネジになってましたね。細かいですね。やはりこの程度か、倉庫の力は。ここね、そうだ、小学校ぐらいの時に確かちょうどアニメでやってたかなと思うんですが、結構無謀かったですけどね。チャクラの流れは止まり、確か漫画版では寝室サイドみたいなのを起こしてなかったでしたっけ。今になってそんなこと起きてたら本当にひなた死んでますよ。なんか子供ながらにむごかったなって、ねじってむごいなって、きついなって、きついキャラやなってなんか思ってたと思ってましたね。嬉しい限りです。お前はここで終わりだ。ダリー対ガーラ、名勝負ですよ。裏レンゲでガーラ、どうせこれ表レンゲする暇ないな多分。僕と勝負してください。さっさと来い。いざ慎重。お、電光掲示板もしっかりリードガーラなってますね。消えろ。まだまだ。表レンゲを当てたいがためにちょっとチャクラ貯めました。やっぱりあの連打は気持ちいいというか、なんかいいですね。まだまだ。
やばい。ああマジか。ミッション失敗。技は卑怯やって。すぎるな。続けます。じゃあ表レンゲ見れたんでサクッと倒します。足で。嘘やー。ミッション失敗。さあ続けます。意外と難しい。体力が減るっていうのはやっぱり難しい。よし、もう壁際に押し付けて。これで最後です。ああ、ブラレンゲ。ロックリー。僕の攻撃が効かない。残念だったな。この砂の鎧がある限り、お前の攻撃は通用しない。速球。くそ。ガイ先生、僕は自分の忍道にかけて、もっともっと強くなってみせます。これゲームではネジとガーラって確か間がなくて、そのまま連チャンなんですが、確か原作やったら鹿丸対金土がおったような気がせんでもないですが、まあ今回音人は出ないので残念なことに。一人で修行してるのに珍しいわね。一体何の修行？本戦のためにも回転を完全にマスターしておく必要。お、今度は本戦までの話。いきなり予選が終わっちゃいましたね。勝利を確実なものにするためだ。分かったわ、ネジ。任せて。予選で負けた私やリーの分も頑張ってよ。ああ、俺は負けない。これは決まっていることだ。強気ですね。来た。ネジを操作して八卦掌回転。回転で10回弾け。いざ慎重に。1本目始め。近づくなってむずいぞ。回転。えっ、回転。はい、回転。まあ今回こんな感じで、はい、回転。こうミッションがあります。くそー、うっそ、むずいぞ。ミッション失敗。テンションはいらないって言ったのに。いざ慎重に。一本目始め。はい、回転。えっ、違う。ミッション失敗。テンションはいらないって言ったのに。いざ慎重に。一本目始め。はい、回転。はい、回転。はい、回転。えっ、はい、回転。多分これ B 使ってもさくらたまらないんですよ。はい、回転。あと2回。ああもうむずい、むずい。遠慮はいらないって。続けます。いざ慎重に。一本目始め。はい、回転。はい、回転。回転。
あと1回よっしゃー、ミッション成功、決まり。なんかミスは許されないなって本当にむずいね。かすり傷一つつかないなんて完璧ね。いやザクザク刺さっちゃったけどね。発揮症回転を習得した今、俺の防御に隙はない。この中忍試験を勝ち上がるのは俺だ。選抜試験を前にしてシカマルは今と長寿に特訓の相手をしてもらっていたのだが、ああ本戦になんか残るんじゃなかったぜ、めんどくせえ。何言ってんのよ、出たくたって出られない人もたくさんいるのよねえ長寿。そうですね、中忍試験の本戦に出られたのはシカマルだけでした。橋間先生が鹿丸の特訓に付き合ったら焼肉食い放題おごってくれるって言ってるし。長寿は結局、ね、あのドスキヌタにやられたんでしたっけね、確か。あれ、ここに置いておいた僕のお菓子で、ドスは確か本戦は辞退したっていう話やったかなと思います。ね、いいの、お前マジかよ。最後の一口取っておいたのに、最後の一口、最も価値のある。長寿、最後の一口。おい長寿、落ち着けんな。おー、食い物の恨みは恐ろしいんだぞ。お前らギタギタにしてやる。シカマル、どうなってんの。ったく、めんどくせえことになったぜ。とにかく長寿を止めるぞ、イノ。長寿を操作して、イノとシカマルを倒せ。長寿、食い物の恨み、食い物の恨みは恐ろしいですからね。これで初長寿。くそ、やばい。すごい重たいですね、やっぱり。で、A 技は、水剣とかじゃなくて掴み系だったと思う。うわ、くそ。よっしゃ、今は倒したけど、奥義は肉弾戦車。あんだけか。下 A で、あ、ミッション失敗。そう、下 A、 下 A でポテチ食います。あ、疲れた。続けます。ちょっとやり直します。長寿意外とちょっと癖のあるキャラで重たいんですよね、動きが。パワーはあるんですが、パワーはあるんですけど、やっぱりちょっと重たいというイメージがありますね。A 技は投げる。下 A でポテチ食います。確かポテチ食ったらチャクラ回復だったかな。なんか前体力回復って言ってましたけど、多分チャクラを貯めることができたと思います。勝者、これからはおっちゃり系の時代だぞ。ぽっちゃり系万歳。ダメだ。いいね。まったく手がつけらんねえ。
王子、そのパワーは予選で出してよ。確かに、なぜ予選で出さなかったんやろっていうね。回った。確か予選は肉弾先生突っ込んで、その耳の場所がわからないっていう確か対策を取ってたと思うんですが、結局体の 60% は水で、その長寿の腹にドスのあの右腕を突っ込んで、お前のその水のなんて言うんですかね、音波攻撃、水の中を伝わる音を出して、確か長寿はやられたんですよね。うるせえってばよ。何でも人のこと決めつけて、分かったようなこと言ってんじゃねえ。まあ、そうこう言ってる間に本戦が始まっちゃいましたが、正しいかどうか見せてもらおうか。まずはネジタになると、絶対お前倒してそれを証明してやる。確かナルトはキュービチャクラを引き出せるように、おナルトを操作してネジを倒せ、ただしナルトの体力は残り少ないぞと。だけどキュービチャクラを解放できる状態で本戦に挑んで、キュービチャクラを解放したんですね。確か原作の方では。お、半分か。ということで倒します。ミッション成功。渦巻きナルト、体が影分身はお前の得意忍術だったか。復活だった。分身の術はな、俺の一番苦手な忍術だったんだ。運命がどうとか変われないとか、つまんないことメソメソ言ってんじゃねえよ。お前は俺と違って落ちこぼれなんかじゃねえんだから。運命に流されず目的に向かって頑張れる、それがお前の強さか。この勝負俺の負けだ。